はい、けです。今回はすごいちゃんとがっつりまとめたんじゃなくって、簡単に論文にあったことでインフォメーションシェアしたいんですけど、コメント欄ですでにトラネキサム酸を飲んでいて、さらにグルタチオンとか飲んでも大丈夫なのか、相性どうなんでしょうっていうご質問をいただいていて、でそういうの知りたい人多いかなと思ったので、改めてここでシェアします。それでですね、これ論文下に貼っとくからね。で、一応どういうことになってるかというと、肝斑の治療のために還元型のグルタチオン、還元型ってね、こういうリデュースって書いてあるやつですね、こういう感じのと、還元型グルタチオン と、トラネキサム酸を組み合わせた臨床観察っていうことでね、そもそもでトラネキサム酸は何かっていうとアミノ酸の一種なんだけど、アミノ酸のリシンをもとに人工構成されたアミノ酸なんだって。それで炎症を引き起こす酵素プラスミンを抑制するっていうことで、抗プラスミン作用、ね、でそのプラスミンっていうのは何かっていうと、これはプロテアーゼ酵素ですね、タンパク質分解酵素になります。なのでその酵素の力を止めるアミノ酸がトラネキサム酸なわけね。グルタチオンはこの間も言ってたみたいに、やっぱりこれも体の中にあるアミノ酸でしたよね、抗酸化成分ね。これが一応論文によると180人を対象にした実験が行われています。それで90人のグループに分けて、2チームに分けて使われてるんですね。で、90人はハイドロキノンの軟膏、これパーセントは出てないんだけど、おそらくこういうリサーチで使われてるから 4% だと思います。で、その反対側のチームがトラネキサム酸とグルタチオンの注射、これでどっちが肝斑に効くかっていう比較調査ね。で結果から言うと、トラネキサム酸とグルタチオンで治療したグループの方がハイドロキノンを使ったグループよりも明らかに有利であることを示しているって言ってるので、なのでまあ組み合わせで全然問題ないってことですよね。ただ日本ってトラネキサム酸にしてもグルタチオンにしても両方医薬品ですよね。でアメリカはトラネキサム酸は医薬品です、だからドクターに聞かなきゃいけないんだけど、グルタチオンに関してはサプリメントが出てます。なのでまあ絶対使った方がいいとかそういう意図ではないんですけど、使いたいけど心配なんだけどなっていう人は、もちろんトラネキサム酸ってお薬なのでお薬もらうときにドクターに聞いてみればいいと思うんですけど、こっちも日本で言ったら医薬品だからね、まあ、もしアメリカだとしたらこれはまあ飲めるんだよねっていう話です。ここちょっと難しいところで、私お薬勧めたいわけじゃないからね、ちょっとそこ危ないので、まあ皆さんの判断というかちょっと勉強してみてください。まあ英語の論文なんだけど一応貼っておくので、自分でリサーチするなり判断材料にするなりしてみてください。じゃあね。